きえ、まだ好きなところかあ、そうだそうだそうだ、うん、失礼しました。どうぞリゼ様。何がいいかっていうと、VS の中でも見た目がその真ん中の一番めっちゃクールなんですよ、うん、そこがやっぱ他の VS と少し違っておって思わされる要素なんですよね、うん、悪タイプっていうタイプが好きなのもあるんですけど、うん、あ、そうなんですね。まあ悪タイプはね、クールですからね。ということで、そうそう、クレアさんどうでしょうか。あ、そうですね、私はかなり迷いますね、うんうん、なんかあのエイフィーちゃんとかも可愛いし、可愛い可愛い、ザワールド時を止まれ、可愛い、ミアちゃんも可愛いし、あ、似合う、可愛い、なんかグッズとかを見ると、うん、なんか水色が私もしかしたら好きかもしれなくて、うん、いい趣味してらっしゃる、うん、シャワーズちゃんがすごい可愛いな、シャワーズ可愛い、わかる、わかります、可愛い。戦いの時のシャワーズの溶けるって技がすごく、技が当たらなくて困った時期がありました。回避率上げるんだよね。そうそうそう。時は動き出す。そう、溶ける、溶けるということで。なるほど、クレアさんはシャワーズということで。コウちゃんは、アナミヤです。ココちゃんは、アナミヤココルです。アナミヤは、何の、何の好きなの。ね、アマミヤはね、今ね、ポケモンのプラチナをね、配信やってるんだけど、うん、それで、アマミヤもシャワーズを使ってて、すごく愛着が湧いてて大好きです。え、ちょっと何の名前、なんて名前って言ってよ。あの、リゼ様というとても可愛い名前をつけさせて、そうなんですよ、大活躍させていただいてます。シャワーズに私の名前つけてくれてるんですよ。いや、シャワーズがね、うん、シャワーズが大人気ということでね、若女将はブースターが好きでした。いや、うん、いや、もう70レベルですからね、うちのシャワーズが。ブースター強い。はい、ということで、はい、今日はね、これ終わりか。そうなんです、申し訳ないです。こんなの今日はね、また、ね、まだまだ話したかった。はい、話したかったんで、また今度ポケモンでお話できたらいいなって感じですね。そうですね、確かに確かに。もっといろんな、ね、お話ししたいです。しよう、しよう。しましょう、しましょう。無限だよ、無限。ポケモン無限。はい、そろそろ発売ですから、お楽しみにください。ねえ。はい、ということで、ご三人様ありがとうございましたー。ありがとうございました。ありがとうございまーす。アイストップです、バッチリー。やったー。おもえさん、なんと12秒残して、素晴らしいタイムキープです。天才です。さすが。どうしました？やばっかね。どうしたんですか？止まってたよ。何がですか？言ったけど私の目には見えてない。何のことですか？全然わからないです。私の目はちゃんと。いや、とても素晴らしい。とても素晴らしいタイムキープ力でした。さすが。